まあ少ない時間でしたけど、試合感覚を多少取り戻すんじゃないかったなと思いますし、まあ練習試合もやってないので、昨年の J リーグ以来の実戦だったので、まあ、ある程度感覚をつかめてよかったなと思います。収穫はまあそういった試合感覚を取り戻せる、多少取り戻すかっていうことは収穫だと思いますし、まあ試合終了間際ですし、まあしっかりと試合をクローズすることを、しっかりとボールを保持して終わらせることはまあ役目だと思いました。まあ数試合見ましたけども、まあ実際ピッチに、出て見てみてという、部分もありますし、まあ目で見て感じたことというのはしっかりと大事だと思いますし、また試合前に行われるミーティングであったり、まあ、そういった、相手の分析制度が行われているので、そういった中で情報をしっかりと入れながら戦いたいなと思います。そうですね、まあ、アジアであればしっかりとしたビルドアップ、一番のつなぎ合ったりというのを、まあ、しっかりと話したいと思いますし、また前線への、飛び出しだったり関わりという部分に関しても、飛び出しだったりパスだったりシュートだったりいろいろな面で、貢献していきたいなと思います。